こんにちは、花レモさん。動画の更新がなんかね、何日かなかったですよね。心配しましたよ。 YouTuber としては毎日毎日動画を量産していかないといけないなというふうに思ってますけども、この固定概念を、まあ、払拭するためになんかね、更新がなかったのかなということにしときましょう、今回はね。はい、でね、今実は花龍馬さんの動画5分間ぐらいのが送られてきたんですけども、まだ1分しか見てないんですよ。ただね、ここで私はね、ちょっと大事なことを言わないといけないなと思ったんですよ。で、それがね、ちゃんとやりきらないと後悔が残るっていうふうなことを言われてましたよね。私の考えでですよ、私の考えではこの後悔は人並みの後悔なんですよ。要するに、まあ、本当に底止まりの後悔です。ああ、やりきらなかったなーっていう後悔は、それは当たり前の後悔なんで、これは凡人にしかならない後悔なんですよ。じゃあ偉そうなこと言わせてもらうと、私の感覚ではね、やりきったからこそ後悔という感情がやっと芽生えるんですよね。やりきったからこそですよ。一部の隙もないぐらいやり込んだからこそね、何も残さないぐらいやり込んだからこそ真の後悔が訪れるっていうふうに思ってるんですよ。まあ、それはね、あ、なんだ、やりきったらこうなるんだ、なんでもっと早くできなかったんだろう、なんでもっと早く気がつかなかったんだろうっていう後悔と、あとやりきったらね、自分のやれる精度、レベル、これが上がってるんですよ。要するに見識が上がってるんですよ。だからまだまだこれできるんじゃないかなと、なんでここで自分はやりきってるっていう感情になっちゃったのかなっていう後悔なんですよ。まだ上があったんじゃないかなとか思っちゃうんですよね。満足してる場合じゃねえぞこれは、みたいな。だからね、まあ、100点満点っていうテストがあるとして、70点を取った人は取れなかった30点に対してしか後悔しないんですよ。でも100点を取った人ってのは、もっともっと精度密度の高い100点が取れなかったかなとかね、思うんですよね。これはね、嘘か本当かわからないですけども、センター試験っていうね、大学入試のためのセンター試験があるじゃないですか。あれを満点取ったやつがこんなことを言ってたんですよ。いや、満点取ってるやつっているのかなと思ってね、調べてもないんですけども、満点を取った時の後悔っていうようなタイトルでね、随分前ですけども、新聞記事だったかな、雑誌記事だったか忘れたんですけども、なんか書かれてました。それをね、なんだこれやと思って読んだんですよ。満点を取った後悔、センター試験にてみたいな感じでね。センター試験で満点取ったらもう、ね、東大だろうが京大だろうがどこでも OK なんですよね。でもね、その方がまあいろんなこと言ってた中には、センター試験で満点取っても東大しか行くところがない、なんだこの不公平はって言うんですよ。東大ごとき800点とか600点取ったやつも行く場合があるのに、なんで満点で俺はそんなやつらと一緒のところに行くんだ、もう後悔しかないとか言ってるんですよね。もうすごいですね。もう当時の私はね、呆れて勝者の理論だなと思ったんですけども、今はなんとなくわかります。本当に後悔するっていうのは、そこまで行って見えるものが、あるんだなってところですよね。なるほどね、というところですね。まあ今回はそんな動画でございます。じゃあ残りの動画見せてもらいますんで、何か気づくことがあったらね、追い打ち動画にさせてもらいます。では行ってらっしゃい。